2015年11月8日、韓国毎日経済によると、円安でメイドインジャパンの製品が価格競争力を携え、中国市場で猛威を振るっている。現代経済研究院の報告書、韓日製造業の対中国輸出単価と輸出量の変動によると、中国市場で製造業2498品目のうち、韓国製より高価な日本産製品の数が2011年の1778品目から14年には1540品目となり238品目減少した。価格が同レベルの製品は407品目から499品目となり92品目増加し、韓国製が日本製より高価な製品の数は313品目から459品目へと145品目増加している。この報道に韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。円安の恐ろしさが表面化してきた。円高の時は何をしていたのだ。いい時もあれば悪い時もある。円高の時に為替レートだけで稼いで痛め食いだ。日本と比べるな。為替問題だけじゃないと思う。日本が今の韓国と同程度の豊かさだったのはもう何十年も前のことだが、その当時日本で外国人労働者問題が盛んに取り上げられただろうか。日本では産経業種にも日本人が自らついたということではないか。為替がこんな状態なのだから競争力が落ちるのは当然だ。輸出がうまくいったところで財閥企業の利益が増えるだけで、下請け業者や庶民の生活は変わらない。